岩田博士だけは、日本の政治家、元アナウンサー。国民民主党所属の島根県議会議員。国民民主党島根県連幹事長。妻は、フリーアナウンサーの河野道。鳥取県出身。高知大学教育学部卒業後、1999年に、山陰中央テレビに入社。夕方の報道番組のアナウンサーや記者として勤務。 2010年2月18日付で同社を退職。2010年の第22回参議院議員、通常選挙に、島根県選挙区より、民主党の購入を得て、出馬を表明。当初の対立候補はかつてテレビ局勤務時代に、インタビューをしたこともある、自民党の青木幹夫であったが、5月に、 青木が病気で不出馬表明をしたことで、青木幹夫の長男の青木和彦が対立候補となった。地元テレビ局アナウンサーとしての知名度や、特定郵便局長の息子ということによる、郵便局からの支援期待、接収などの古い自民党体質を批判して選挙戦を戦ったが、青木和彦に敗れて落選した。2010年9月に2011年の、 島根県議会議員一般選挙へ出馬、初当選。2013年1月、小室俊明が第46回衆議院議員総選挙での敗北の責任を取り、党県連代表を辞任。新役委員体制発足に伴い、幹事長に就任した。民進党の分裂後は国民民主党に参加し、2020年に国民民主党がさらに分裂した際は、 国民民主党に参加した。ありがとうございます。